つぼ漬けつぼ漬けとは、星大根の刻み醤油漬けの一種。鹿児島県など、南九州の伝統的な漬物である。本来は、つぼで塩漬けにしていたことからこの名があるが、昭和40年代に製法が変化し、地元鹿児島県などでは、つぼ漬けと山川漬けに区別されている。つぼ漬けは本来は星大根をつぼで塩漬けにしたものを言った。しかし、 昭和40年代に南九州産のあん漬けが大量に売れるようになり生産量が追いつかなくなりタンクで醤油漬けで漬け込むようになった。以後、つぼ漬けと山川漬けは区別されるようになった。昭和40年代以降はタンクで漬けた大根を特に刻んで醤油漬けにしたものがつぼ漬けとして販売されるようになった。つぼ漬けは たくあん漬け同様に別行食であるが粒が小さくパリパリした歯ごたえのする漬物である。癖がなく満引を受けしやすいので最近では全国的に流通しており、和風の外食メニューや弁当類で口直しの好物として添えられることも多い。山川漬けは発酵に塩だけを用いて伝統的な亀に漬ける製法によって作られた漬物を言う。 全国的に流通しているつぼ漬けに比べて熟成度が高く独特の味、色、匂いがあり、鹿児島県などでは根強い人気があるものの観光土産品等で細々と販売されているに過ぎない。鹿児島県いぶ市山川地区が発祥の地とされる。山川漬けは12月から1月にかけて1ヶ月以上、干干しした大根を薄に入れて塩をまぶしながら、綺麗で漬き、 それを亀つぼに隙間なく詰め込んで、半年間発酵させたものである。山川付は1991年度、鹿児島県ふるさと認証食品に定められた。ありがとうございます。